皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちら、ヤマハの MG12XE を使って、初心者向けミキサーの使い方講座、わーなんていう動画を撮ってみようかなと思った次第でございます。まあ皆様少なからず、アコースティックギターの練習、エレキギターの練習、もしくはバンドの練習とかでリハーサルスタジオ、利用されるかと思うんですけども、意外とこのミキサーの使い方で困ったことありませんでしょうか。なんかマイクの音が出ねえとか、なんかギターの音が出ねえ、どうしたらいいんだろう、うわーすごい突然爆音が鳴ったみたいな感じで、変な音が鳴っちゃった、怖いどうしようみたいな感じで、困った経験少なからずあると思うんですけども、いかがでしょうか。まあそういう時はね、あんまりこう無理せずにお店のスタッフさんに、すいません、わかりませんってヘルプを出すのがまあ一番いいんですが、お店の人にベーッと操作してもらったとしても、なんかもうちょっと自分で使えるようになりたいな、なんかもうちょっと自分でなんかいろいろと設定できるようになりたいなっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。まあそんな方に向けて、初心者向けミキサーの使い方動画なんていう動画を撮ってみようかなと思ったので、もしよければ参考にしてみてくださいませ。まあミキサー自体ですね、基本的な使い方はそんな難しくないんですけども、うまく使いこなせればすごい便利な機能がたくさん詰まっておりますので、今度からですね、リハーサルスタジオで困らないように、どうやーつって自分でね操作ができるように、ぜひ覚えていただけたら嬉しく思います。ただおそらく動画が長くなることが予想されるであろうということと、専門用語はすごく多いので、ちょっとメモとか取りながら心して、取り組んでいただけたら嬉しいなというところでございます。よろしくお願いします。はい、ではとりあえずこれがまあそのミキサーの全貌なんですけども、今あの iPad でドラムの音を流しております。ちょっとこのね音をその楽器と見立てて、接続をしてみようかなと思います。では、まずこの iPad のドラムの音を鳴らしてみましょう。1チャンネルっていう言い方するんですけども、この1チャンネルにこうまずこのね TS っていう、これを指します。まあ、一応用語的な話をするとマイクとか、あとはアコースティックギターの DA とか出力される、まあ、こういうケーブル、こういうのキャノンと言います。キャノンと TS ですね。でこのヤマハの H2XU に関しては、この1234に関してはコンボって言って、そのね TS もいけるし、あのキャノンもいけるっていう、端子になってくれているんでいいですよね。56チャンネル、78チャンネル、ここに関してはコンボじゃないんでキャノンしか指せないんですけども、こういうのすごい便利でいいんですよ。でこれを指したら、ですね、このゲインっていうつまみをこの上げていきます。でこのピークっていうこのランプがあるんですけども、これがねあのつかない方がいいんですよ。このピークっていうのはですね、音がでかすぎて歪んじゃうぜ、うわー苦しいってミキサーが言ってくれている、ランプなので、このゲインをこのピークのランプがつかない程度に上げます。結構ちょっとですね、ちょっと上げるともうピークついちゃうから、こんな感じで、オンオフスイッチを入れて、フェーダーを上げて、でこのタクの場合はステレオアウトっていうこのボタンを押さないと音が出ないので、この赤い ST っていうボタン、ステレオアウトっていうんですけども、ステレオアウトのボタンを押してください。で大体どのリハーサルスタジオもこの右側にあるこのマスターチャンネルとかステレオチャンネルとかって言ったりとかするんですが、このマスターに、一番メインのスピーカーが接続されていることが多いので、これもスイッチをオンってして徐々に上げていきましょう。これで音が鳴った状態です。どうでしょうか。まあこれ自体はそんな難しくないと思うんですけれども、いくつか気をつけたいことがありまして、まずこの MG12XU に関してはですね、このステレオアウトというこのボタンがありまして、このボタンを押さないとね、このいくらこれ上げてもその音が鳴らないんで気をつけてくださいませ。これはね基本的にそのどのチャンネルもまあ基本的にそのメインのこのステレオアウトから出したいので、まあ、全部そのオンにしておくと、良いかと思います。でこのフェーダーを上げるときはですね、常にこう慎重に上げるようにしましょう。いきなりバーンって上げるとドーンってこう爆音が鳴るので、常にこうねちょっとずつちょっとずつ上げる、こんなもんかなっつって。でなんかこう例えば今これ ST ボタン、ステレオアウトボタンもオフにしてるんですけど、これ音出ないじゃないですか。あれおかしいなっていうとき結構あるんですよ。あれ音出ないとなんでだかなみたいな、僕でも結構あります。あれなんでだろうなみたいな、みたいな感じでそのチェックをするんですけども、この時例えばそのステレオアウト、あれ上げても音出ないぞっていう時、これはですね、上げてこの状態で操作すると突然爆音が鳴るので、こうね慎重にいきましょう。おかしいなと思ったらちょっと一回戻す。おかしいな、下げてからチェックして、あステレオアウト押してねえやって、慎重に慎重に。
これなんでか分かりますよね。例えば今そのステレオだとこのぐらいで、まあこんな音量ですけれども、これが例えば仮にすごいこの上げた状態でこのステレオアウトボタンを押すと突然爆音がボーンってなるんですよ。そうするとまあびっくりするし、ステレオスピーカーに対してもすごい良くないので、おかしいなと思ったらね、ちょっと下げて慎重に慎重に操作をするようにしましょう。であと2つ目としては、このね、音が出てる状態でこの TS でも、キャノンでもですね、抜き差しをすると、すごいスピーカーから大きな音がブチブチブチって出て、すごいこのね、スピーカーに負担をかけてしまう。最悪スピーカーが壊れてしまうので、抜き差しをするときは必ずフェーダーを下げるか、もしくはそのね、このオンオフスイッチがある場合はオフにして、抜き差しをするっていうことを守ってくださいませ。これはマジですごく大事なことです。ブチッと切っちゃうと。まあ単純にすごい怒られるので、気をつけてくださいませ。で、ちょっと順番に、説明をしていきましょう。基本的な使い方はまあこれだけなんですけども、まあいろんなね、スイッチとかつまみがあるので、これちょっと順番にいきます。こっからが本番かもしれません。はい。まずこのゲインっていうつまみ、これ何なのかっていうとですね、この音量を揃えるつまみなんですよ。なんで存在するかっていうと、あのね、いろんな楽器があるんです。で、いろんな楽器があって、いろんな出力、いろんな音量の楽器があるんです。例えば普通のね、この歌うボーカルマイクとかの出力の信号ってすごいちっちゃいんですよ。めちゃくちゃ微弱なんです。すごいちっちゃいの。なんでこの原因でしっかりこうガーッと上げないと音がね、全然出てこないですよね。かといって逆にこういう iPad とかの音源の場合ってすげえ音がでかいんですよ。なんで今原因をね、ちょっと上げただけでピークが出ましたけどね。これはそんなもうむしろ全然あの原因上げなくてもいいかもしれないっていうくらいのレベル。けどもボーカルとかに関しては音がすごいちっちゃいので、この原因でブーンって音量稼いでから、このフェーダーを操作してあげないと音が全然出ないっていうことが、起こるんです。これがその原因っていう、まあ音量を揃えるつまみって感じですかね。原因。なんか稼ぐとか、なんか得るとかって、なんか原因ってね、その単語なんですけども。それがその原因ってやつです。で、ちょっと一つ覚えておきたいのはこのパッドっていうスイッチです。PAD パッド。このパッドなんで存在するのかっていうと、さっき言った通りマイクはすごいちっちゃい。でも iPad みたいな音源はすごいでかいっていう、このね、音量差が発生した時に、音がでかすぎて扱いにくいっていう場面がね、結構あったりとかするんですよ。まあ今だったら別に原因で、このぐらいで揃えられましたけども、例えばだけども原因をゼロにしてるんだけども、ピークがめちゃくちゃ出ちゃう時とかって結構あったりとかするんです。音が出力がでかすぎて困っちゃうみたいな。そういう時にこのパッドスイッチを入れると、一旦この入力された時点で音をね、ギュンって下げるので、音が扱いやすくなります。まあ実際今そのパッドスイッチを入れた状態でこの弦を上げてみても、そんなにこうピークが上がっててこないと。ここまで上げるとさすがにピーク出てきますけども。パッドを入れればね、弦をこのぐらいまで上げることができると。逆にそのパッドを切ると、まあピークがすごい出ちゃうよっていう。そんな感じです。まあ、この iPad の場合はね、パッドを切った状態で、まあ、原因がね、ほぼゼロにしておけばピークが出ないんですけど、出ないので別にそんなに使う必要ないんですけども、もう入力した時点でピークが出まくっちゃって、音がでかすぎて困っちゃうっていう時は、このパッドスイッチっていうのを入れましょう。で、隣の HPF っていうのはこれ、ハイパスフィルターっていうんですけども、ハイパスフィルター。その名前の通り、ハイ、高音成分をパス、通す、フィルター。っていうことなので、まあ言ってみればその低音をね、ガッとカットするよっていうところなんです。専門用語としては 80Hz っていうんですけどね、結構その下の方のうーって、なんかもわもわした部分をこのバンって、刈り取って、ハイパスフィルター、ハイパスフィルターっていうのをかけるんですけども、これいつ使うかっていうと、なんだろうな、ベースとかになるのかな、バスドラとかなのかな、まあ低音が出すぎて困っちゃう時がたまにあるんですよ。で、特にその 80Hz とかね、60とか30とかってすごい超低域で、なんかね、変に出っ張ってると、なんかね、地鳴りみたいな、うわ、ブブブブブっていう、結構ね、不快な、サウンドになっちゃうんですよ。で、まあ今のところね、そのスピーカーもすごいちっちゃいし、iPad とかもそんなに低音出力されてないから、別にこれ入れる必要ないんですけども、まあ皆さんが普段行かれてるようなリハーサルスタジオのスピーカーってすごいね、でっかい、ね、立派なスピーカーがあって、まあ場合によってはそのウーファーとかもね、搭載されていて、低音がしっかり出るような設計になってるんですけども、そういう設計の時に低音がね、回っちゃってって言い方するんですけども、低音がバーってうねっちゃって、音が作りづらいとか、不快だとかって、取りづらい変だっていう時があったりとかするので、そういう時にこのハイパスフィルターっていうのを入れると音がスッキリするよっていう感じです。
うちのお店もちょっとでっかいスピーカー使っているので、ハイパスフィルター入れないと音がモサモサしちゃったりとかする時もあるんですけども、まあ、変に音がもたもたするなと思ったらこのハイパスフィルターという感じです。でその次に出てくるのはこのコンプレッサーですね。このコンプレッサー、これねちょっと分かりづらいです。まあ音を圧縮してコンプレッションして音を整えるっていうつまみなんですけれども、まあボーカルとかに関してはちっちゃく歌ってる時の音量とわーっとでかく歌ってる時の音量、このでっかくなってる時の音量を圧縮して、このちっちゃい時と大きい時のこの差をできる限り、減らそうよっていう、そういうエフェクターです。で、そうだな、どのくらいかけられるかは本当に楽器によりけりなんですけども、まあ、とりあえず半分くらいにしてみてもいいんじゃないかなと思います。半分くらいにしてみて、まあ、歌ったりとか演奏してみたりとかして、なんか音がパコパコして変だなと思ったら、このコンプレッションを下げる。で、別に特に何も問題ないなと思ったら、まあ、半分くらいっていう感じで、まあ、好みによって全然ね、バーンとかけちゃってもいいんですけれども。まあ、このぐらいの音だと、まあ、あんまりコンプレッションかかっても分かんないかもしれない。さあ、分かりますか？これと、これの差。まあちょっとこのコンプレッションに関してはですね、分かりづらいんで、まあ半分ぐらいかけときゃいいやっていうふうに思っていただけたら大丈夫です。で、その次に出てくるのはこの緑色のところがですね、イコライザーってやつですね、音質調整のところです。ハイっていうのは高音成分、ミッドっていうのは真ん中の成分、ローっていうのは低音成分っていうところなんですけども、これは本当その名前通り、ハイを上げれば音がシャリシャリするし、ミッドを上げればラジオっぽくなるし、低音を上げればモワモワするし、特に鳴らしててなんかこう違和感なければ全くいじなくていいです。基本的にこの12時時計に見立ててこの真ん中のことを12時って言うんですけれども、12時って全然いいと思います。アコースティックギターとかバーンと鳴らしてみて、なんかもうちょっとなんか高音成分キラキラした方がいいなと思ったら、このハイをちょっと上げたりとかすればいいし、なんか歌っててなんかちょっと低音モサモサするなと思ったらローカットすればいいし、そんな感じでこの歌ったりとか演奏してみたりした時に、なんかこうもうちょっとこうしたいなっていうのがあったら、操作をするっていう感じで、特に要望がなければ別にこれいじらなくていいと思います。で、その次に出てくるのはそうですね、このちょっとこの辺飛ばしてパンニングってやつですね。パンニング、パンニングっていうのはその左右の、割り振りのことです。まあ大体どこのリハーサルスタジオもですね、そのメインスピーカーって、LR って言い方するんですけども、なんかレフトとライトってことですね。LR って言い方するんですけども、もしこっち側のスピーカーにちょっとこの音を傾けたいっていう時は、この LR、パンニングをですね、このガーッとやると、こうやって振り切るとですね、R に振り切ってるんで、レフトのスピーカーから音が全く出なくて、ライトのスピーカーから出てくる。で、逆にすると、レフトのスピーカーから音が出て、ライトから音が出ないっていう感じになります。まあ、リハーサル、バンド練習とかでこの立ち位置によってね、ちょっとボーカルの人にちょっとこの音を寄せたいなとかって、もしそういう場面が出てきたら、ボーカルの人がいる方向にちょっとこう寄せてあげると良いかなという感じです。けどこうね、振り切ってしまうと片方のスピーカーから全く音が出ないので、例えば向こう側にドラムさんがいたりとかすると、ドラムがね、ボーカル全く聞こえねえよという感じになってしまうので、振り切ることはあんまりないと思うんですけども、まあ、音を寄せたい時があったら、このパンニングでこの音を寄せるというところです。で、その次に出てくるのが、そうですね、この卓の場合はすごい優秀なので、このね、スイッチがついてるんですよね。で、この1、2っていうのは、このグループ1、2、ここに音を流すよっていうスイッチで、この赤いのはステレオアウトって言って、ここに音を流すよっていうスイッチなんですよ。まあ、それぞれ両方ともオフにしていると、これもう全然音が出ない状態なんですけれども、もし仮にこのグループ1、2だけに音を流したいっていうと、時は、1、2だけスイッチをオンにしてやったりとかするんですけども、まあちょっとあんまり使う場面は、ないかと思います。まあちょっとイベントとかで、まあ、あんまりないと思うんですけども、皆様がこういうミキサーとかあって、その PA とかをする場面があると、まあちょっと使ったりとかするんですけども、まあ基本的にこのね、メインアウト、ステレオアウトだけにこのオンにするってことだけ覚えていただけたらいいんじゃないかなっていう感じが、します。で、この辺からまたもうちょっとややこしく、なってきます。FX の使い方ですね。FX。FX っていうのは、まあ、平たく言うと、リバーブとかディレイとかのエフェクターのことです。
使わなければ別に気にしなくてもいいんですけども、せっかくこの MG12XU にはエフェクトが内蔵されているので、ちょっとその辺の使い方もしていきましょう。ただまあ、どのミキサーも使い方の概念としては一緒なので、ぜひ覚えておいてくださいませ。まずですね、この FX つまみ、この白いところですね。これで、このエフェクターにどのぐらい信号を送るのかっていうのを調節します。これね、鮮度って言い方するんですけども、鮮度量とかって言い方するんだけども、鮮度の、量子の量ですね、鮮度量。この鮮度、どのぐらいこのエフェクターに信号を送るかをこのつまみで、調整します。ちょっとわかりやすく今、マックスにしますね。このマックス、今、音をエフェクターに流している状態です。で、ここに、名前がバーッと書いてあるんですけども、7番のプレートリバーブをちょっと今選択しております。で、好きなエフェクトを選択して、ポチッと決定をして、でこのパラメータというつまみで、このリバーブの値を設定するんですけども、これもちょっとわかりやすく今、マックスにしておきます。で、この FX リターン、これでエフェクトが、オンになりまして、エフェクターに関してはこのステレオアウトをしないと、音が出てこないので、ちょっとステレオアウトをしてみましょうか。こんな感じでちょっと音鳴らしてみると、おお、まるでお風呂にいるかのようなサウンドが出来上がりました。で、この時に、ですね、調整したいのが、そのリバーブの深さっていう言い方するんですけども、まあ、リバーブタイムとかって言い方するんですが、このパラメータをいじると、まあ、単純にこのリバーブの深さが設定されます。大きくすれば、すごい大きいホールで演奏しているかのような長いリバーブになるし、真ん中くらいにすればこれがもうちょっと手前になるし、ちっちゃくすればもっとこう短い、リバーブになると。で、このリバーブの長さを設定したら、この鮮度量で、まあ、どのぐらいリバーブをかけるかっていうのを設定するわけです。もちろんね、すごいめちゃめちゃこのかけてね、お風呂みたいなサウンドにしてもいいんですけども、これちょっとやっぱさすがさすがにリバーブがかかりすぎなので、まあ、聞いてみて、そんなに違和感がないぐらいまでかけると。で、たまにちょっとこの切ってみたりとかして、聞き比べて、これリバーブかかってないってこと。で、かけると、ちょっと長いかなとか、こんな感じで調整をします。で、この最終的なこのフェーダーでこのリバーブの音量を設定するわけなんですけども、このミキサーの場合はですね、ここにもそのフェーダーのところにもそのステレオアウトがあるので、これを押さないと音が、まあリバーブがかからないと。で、あんまり使う、こんな使い方しないかもしれないんですけども、一応ね、この1チャンネルのステレオアウトをオフにして、このリバーブの方のステレオアウトをオンにすると、まあ、リバーブだけ、出力をすることもできたりとか、します。もしそのリバーブのね、音量感とか質感とかをね、そのリバーブだけ聞いて、リバーブだけ聞いて、いるとこの判断したいよという時は、こういう使い方もまたありなのかなと。で、メインの、リバーブのエフェクトがかかった音をウェットで、元の原音のことをドライ、ドライって言ったりとかするんですけども、まあドライの音とウェットの音でミックスしてみて、まあこんなもんかななんて、調整をすることができます。ちょっとややこしいですよね、リバーブ。まずこのね、こっちの1チャンネルの方でエフェクトの鮮度量を設定して、リバーブの種類、まあディレイとかもあるんですけども、エフェクトの種類を設定して、で、このパラメーターでリバーブの質感、深さを設定して、で、オンにして、最終的にリバーブの音量を設定するという感じです。
で、この鮮度っていうのがですね、そういうめちゃくちゃ便利でございまして、まあ、例えばその1チャンネルに関してはそういうめちゃめちゃ深めにリバーブをかけたい。けど2チャンネルに関してはそんなリバーブかけたくないとか、まあ、この個別に設定することができるんですよね。これがその鮮度っていう概念なんですけども、この鮮度がないと、まあ、それぞれ一個一個のチャンネルにエフェクターを適応しなきゃいけないんですけども、この鮮度があるおかげで、エフェクターはまず一個、ボンあると。リバーブがボンとあると。で、このエフェクターにそれぞれのチャンネルからどのぐらい信号を送るかっていう設定できるのがこの鮮度っていう概念機能なんですけども、そんな感じです。で、あとはそうだな、ちょっとこの辺からまたさらに踏み込んだ使い方になるんですが、例えば皆様がドラムがいるバンド練習なんかで音あのミキシングをしているとかっていう時ですね、オグジュアリっていうんですけども、 AUX でオグジュアリ、オックスとかって言ったりとかするんですけど、このオックスの機能を、使うことになります。そうですね、まあ、このマスターアウトに関してはそれ分かっていただけたかと思うので、ちょっとこのオックスの方に行ってみましょう。ですね、リハーサルスタジオによっては、なんかドラムのところにですね、この個別のスピーカーがあったりとか、まあ、もしくはその、ね、メインスピーカーがちょっと離れたところにそのまた別の個別のスピーカーがあったりとか、することがあるんですけども、まあ、それぞれのスピーカーにメインの音をね、ベーンと流すこともできるんですが、個別に音を流すことも、できたりとかするわけなんです。例えばドラムさんのところにベースを強めに返すとか、ボーカルを強めに返すとか、そういったこともできますし、なんかこう特定の音、なんかこの音ね、ちょっと強めに欲しいなとか、もしくはこの音ちょっと下げて欲しいなとかっていう感じで、メインアウトとはまた別にミックスを作ることができるんですね。それを今ちょっとやってみようかなと思います。OX1 に今、アンプにつなぎました。で、今、まあ、メインスピーカーとかあんま買わないですけど、まあ、これがちょっとその個別に、ドラムに置いてある、スピーカーだと思ってください。で、音を鳴らしてみて、このつまみの中にあるですね、この OX1、ここ。これが音量になります。で、ちょっと今真ん中ぐらいにして、このオックスを上げていってみましょうか。これで音出るかな？出なかった。あ、そりゃそうですわ。オンにしない。音を上げた状態でオックスを上げます。で、オックスを上げて、このオックス1のこのマスター、ここがそのマスターになります。ここを上げると音が出てくるっていう。もうこのフェーダーとかあんま関係なくなるんですよね。なんでその送りたい信号のチャンネルのこの OX の、まあこれも鮮度って言い方するんですけども、OX1 の鮮度をこのね調整して、このぐらいこのぐらい、ドラムはこのぐらい、ボーカルはこのぐらい、ギターはこのぐらい、ベースはこのぐらい、なんとかはこのぐらい、音源はこのぐらいって設定したら、最終的な OX1 のマスターをここで調整すると。で、ちょっと、音を聞いてもらって、あ、ギターの音もうちょっと下げてとかって言われたらギターの音だけをちょっと下げたりとか、ドラムの音もうちょっと返してって言われたらドラムの音だけをちょっと上げたりとかっていう感じで、こんな感じでその個別に設定をすることができるんです。便利ですね。で、またややこしいのがここにプリってあるんですけども、このプリってなんやねんってなると、まあプリフェーダーっていうことなんですけども、このプリっていうのはねよく使いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。プリセットとか他に何かあるかな、プリセットとか、プリアンプとかもそうですね。プリアンプ。アンプの前にみたいな感じで。プリっていうのは何とか何とかの前にってことなんですけども。だからこの場合はそのプリフェーダーってことなんで、このフェーダーの前の信号っていうことです。ちょっとオンにしてみますと。これ何が変わったかっていうと、フェーダーの前にこの信号が OX1 に流れているので、このフェーダー関係なくなるんです。もうここだけでその音を調整できると。で、このフリーフェーダーをオフにするとこのフェーダーに依存するので、この OX1 の鮮度をいくら上げていてもフェーダーが0になっていれば音が出ないという状態になります。けどこのフリーフェーダーをオンにしておくと、このフェーダーに関係なく音が流せるので、そういう場面の時にこのフェーダーのスイッチはオンにします。これまあどういう時に使うかっていうと、
なんていうのかな、そのこっち側のそのフェーダーのマスターアウトに依存して、このね鮮度量を設定したい時と、ここにフェーダーに全く依存せずにその鮮度量を設定したい時ってのがあったりとかするんですよ。まあドラムさんが個別にモニターするとかあったらね、基本的にプリフェーダーにしといた方が扱いやすいかなって感じがするんですけども、僕は割とこのプリフェーダーはオンにしたまま、この信号がフェーダーに行かずにそのままオックス位置に、設定されるようにして使うことが多いんですけども、まあそんな感じなんですそんな感じなんですとか言って、でこのタクの場合はそうですね、オックス2もあるんですけど、オックス2にちょっと挿してみましょうか。オックス2に関しても、まあ、考え方は全く一緒です。この白い FX つまみがそのオックス2を兼ねているので、まあ、これを上げて、で、またこのオックス2を上げれば、音が鳴る。で、このミキサーの場合は、オックス2に関してはプリフェーダーはないみたいですね。まあ、必ずこのフェーダーに依存してしまうと。で、オックス2はなんでこの FX と連動しているのかっていうと、オックス2に関してはですね、その個別のモニターを使うというよりかは、外部でエフェクターとか、また別途用意してそっち側にこの送るためのオックスって感じなので、あまりこのねドラムのモニターとかベースのモニターとかで使う用途ではないって感じですね。まあこのミキサーはエフェクターがもう入ってくれてるので、別にオックス2からそのね他のリバーブとかディストーションとかでそういったエフェクターを使うことは特にないと思うんですけども、まあ、もしそのアウトボードで何かしらのこのエフェクターを使いたいときは、このオックスに接続してそのエフェクターの方に接続をして、でそのエフェクターからのそのアウトをまあどっかのこの11、12とかに接続をして、使うっていう、なんかそんな感じなんです。でこの FX のこのつまみでそのエフェクターにどのぐらい送るかっていう鮮度量を設定するみたいな、そんな感じです。はい、ではだいぶややこしいところまで話を進めてしまいましたけども、いかがでしょうか。まあなんかうまく使いこなせればね、すごく便利そうだなっていうのは分かっていただけたかと思うんですが、とりあえずまあその原因の話、コンプの話、イコライザー、この辺はね、しっかり分かっていただけたかと思います。で、普通に音出すときもですね、まあちょっとこう慎重に操作するんだなとか、そういうボタンがあるんだなみたいな感じで、いろいろと覚えていただけたらすごく嬉しいところなんですけども、いかがでしょうか。もし皆様の方で、いやもうちょっとこの辺説明してくれよとか、もうちょっとこの辺知りたかったなみたいなことがありましたら、ぜひコメントの方に残していただけたら嬉しいなというところです。はい。じゃあ、とりあえずそんな感じで、この動画を終わりにさせていただきましょう。結構長くなったと思うんですけども、そうですね、28分。結構長くなったと思うんですけども、お疲れ様でございました。この動画が、これからの皆様のリハーサルスタジオライフに役立つことをとっても願っておりますので、よろしくお願いします。では、そんな感じで終わりにさせていただきましょう。ご意見、ご感想、その他リクエストありましたら、ぜひバシバシとコメント、チャット残していただけたら幸いでございます。それでは、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。滝沢勝成でした。さよなら、グッバイ。じゃあね。